亀山博士は、日本の政治家、元大学教授、元宮城県石巻市長、工学博士、宮城県石巻市出身、石巻市立住吉小学校、石巻市立住吉中学校、宮城県石巻高等学校、神奈川大学工学部応用科学科卒業。2012年、市教育委員会が開いた児童23人が、 津波の犠牲になった石巻市立大川小学校の保護者への説明会で、もし自分の子供が亡くなったら、思いを償っていくという、自分自身に問うということしかない。これが自然災害における宿命だと思っておりますと述べ、遺族から批判を受けた。2016年10月26日、大川小津派訴訟で仙台地裁が、 宮城県と石巻市に対し損害賠償の支払いを命じる。亀山は市の主張が認められなかった結果を重く受け止めていると述べた。また、石巻市では設計委託費や消耗品購入費など契約1億2600万円を131の企業、個人に誤って二重送信する問題が起きた。定例会で関係者にご迷惑をおかけしてお詫び申し上げる。 信頼回復に向けて、確認作業の徹底を図りたいと陳謝したが依然、問題の解決には至っていない。2019年10月、原告勝訴が確定。賠償金と遅延損害金、計20億円超を市が支払うことになった責任を取り、亀山は2020年1月から6月までの自身の月額給与を50%減額した。合わせて、 副市長と教育長についても30%減額した。ありがとうございます。